自己紹介をお願いいたします。フルゲン中学校3年の岩下幸です。今回ですね、海外へホームステイをしに行こうと思った理由って何ですか？もともと外国に行くことが興味あったし、一度も外国に行ったことがないので行ってみようと思いました。今回さまざまな体験などもされたと思うんですけども、体験しての感想をお聞かせください。アメリカの文化とか日本と全く違ったので、そこは面白かったです。今回の体験を通して今後どういうふうに自分に役立てていきたいですか？このホームステイで学んだことをしっかりこれからの学校生活とか、人生に生かして頑張っていきたいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。自己紹介をお願いいたします。読谷中学校2年の古源翼です。はい、今回どうして海外をホームステイ行こうと思ったんですか？もともと外国とかいろんなところに興味があったので、一度旅してみたかったからです。はい、体験を通しての感想をお聞かせください。向こうの生活とか慣れないところもあったけど、最後には会話とか生活も一緒にできたのでよかったです。今回の体験を通して今後どういうふうに役立てていきたいですか？もっと英語力をつけて世界中を旅したいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。